ていうかね、俺ね、すごいビッグなね、すごい妙案を思いつきまして、皆さん協力してもらえないでしょうか。僕が寝る前に全然バズらんわ。やっぱ TikToker とかすげえなとか、影井ひなすげえなとか、純也もすげえなってやっぱ思う節が多々あるわけですよ。YouTube とかでもやっぱコムドットすげえなとか、平成フラミンゴすげえなとか、中町兄弟すげえなって思う節がやっぱいっぱいあるわけですよ。クリエイターとしてね。作る側に落ちた人たちとか言うな。お前、落ちた人たちとか言うな。まだ始まってないけど俺らは。そう、まだ始まってない。で、あるじゃないですか。そういうすごいなって思う節がいっぱいあるわけですよ。作る側になってね。ヒカルくんもすごいよ。お前ヒカルくんってお前エンゼルフレンチのトップガで言うな。で、妙案があるわけですよって、寝る前に考えてて、これすごい案を思いついたんですよ。これすごいっすよ。引きますか皆さん。これ僕今フォロワーが33万人ゾロ目なんですよ。33万人ありがたいことにいるんですよ。33万人今1500人見てるんですけど、例えばこれ僕をフォローしてない友達に一人にね、一人が一人にこれフォローピュッてしてって言って、これフォローしてもらうじゃないですか。じゃあどうなると思います？66万人になるんですよ。すごくない？いや、そのバカよ、考え方は。もう超バカ。切り抜きとかで、どうせあるよ、この切り抜きとかで、いや、そんなバカな考えだとか、お前幼稚だな考えかってか、そんなところで誰でも分かってんだよとかあるやろ。で、これバカでも分かってんすよ。バカなことだなって。でも僕バカの天才なんで、わかります？僕バカの天才なんですよ。天才バカボンと一緒なんですよ。これ仮にね、今1642人の方が見てます、見ていただいてます。これ例えば1600人の方が僕をフォローしてない人にフォローしてって言うじゃないですか。どうなると思います？1600人増えるんです。すごい良いんじゃない？これすごい良いんじゃない？で、これいろんなことにできるんですよ。例えばね、例えば TikTok をフォローしてって言うじゃないですか。僕今6万3000人ぐらい多分いるんですよ。これみんな6万3000、しかも最近始めたんで多分1ヶ月しか経ってないんですよ、僕 TikTok 始めて。で、正直6万3000人の方ってみんなちょっと見てくれてると思うんですよ。1ヶ月しか経ってないアカウントなんで。1ヶ月しか経ってないアカウントやけん、そのさ、見る見らんとかないやん。死んだアカウントとかそういう話じゃないやん。6万3000人の方が、みんなだって学校とか行くでしょ。で、TikTok とか学生さんとかが多いじゃないですか。だから、これもし仮にね、2人にフォローしてもらうぜ。1人じゃなくて、2人にフォローしてもらったら、どうなると思います？これ単純計算じゃないんですよ、これ。実は、6万3000人の方が、1人ずつフォローしてって、僕をフォローしてない人にフォローしてもらうじゃないですか。友達にね。友達フォローしてもらったら、12万6000になるじゃないですか。でもこれ単純に、2人になったら、12万6000人が倍じゃないんですよ。すごくないですか？で、これ、ちょっと皆さん、これマジ大チャンスですよ。これマジビッグチャンス。これマジ俺もうビッグボーナスだと思ってますもん。これはもう完全にひらめいたと思いました。はい。で、これ、みんながフォローしてって言って、そしたら、おすすめに流れてくるじゃないですか、TikTok。フォローしてったら、もう、強制的に流れてくると。そしたら、視聴回数増えるわけですよ。じゃあ、視聴回数増えたら、おすすめなわけですよ。でも、おすすめに増える、その、分母が多くなるわけですよ。その、見てる人数が、もう、そもそも増えちゃってるんだから、だって。増えちゃってんだもん、だって。ね。そしたら、もっと増える。で、もう、ギューって、羽ばたいちゃうわけなんです。素晴らしいでしょ、この、妙案。名案です、これは。なんでそんなに興奮してるの？なんでこんなに興奮しとかって。増えた時のこと考えとけに決まっとうやろ、どう考えても。こんなにね、一人で、隔離で頭おかしくなるような人間が、ニヤニヤ一人でしとう時は、成功した時のこと考えとけに決まっとうやろ。もうね、今のテンション何でも面白いんですよ、僕。はい。拍手だね。そう、拍手です。嬉しそうに話してるの可愛い。ありがとう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。